ビンス・メンドーザ。ビンス・メンドーザは、アメリカ合衆国コネチカット州出身の作曲家、編曲家及び指揮者である。様々な音楽ジャンルに通じているメンドーザは、ロビー・ウィリアムズ、ビョーク、エルビス・コステロ、ジョニ・ミッチェルらの多様な音楽の編曲を手掛けている。特にジョニ・ミッチェルの2つのアルバムは、グラミー賞を受賞している。メンドーザは、幼少期から、クラシックギターとピアノを学び、 高校からはトランペットに切り替えて、クラシック音楽、ソウル、ジャズに親しんだ。オハイオ州立大学に進学して、ジャズアンサンブルやコンサートバンドに参加した。1983年、作曲において学士号を取得。南カリフォルニア大学、ソーントンスクール・オブ・ミュージック大学院に進学して、ピーター・アースキンに指示。作曲において修士号を取得した。 1989年、取り溜めてきた自作曲の演奏を取りまとめて、日本のファンハウスレーベルから、自身名義のアルバム、ビンス・メンドーザでデビュー。メンドーザの曲は、ゲイリー・バートン、パッド・メセニー、マイケル・ブレッカー、チャーリー・ヘイデン、ランディ・ブレッカー、ピーター・アースキンらジャズ・ミュージシャンによって演奏されている。メトロポール・オーケストラ・ザ・ W ・ディ・ア・ルビッグ、バンド・コロン・その他、グラミー賞。 ありがとうございます。